船の魔力。違うと思う。話に聞いたところ、この風船で動物とか植物とか作るらしい。マジですか？風船すげえ。おそらく人工生命体の先駆け。まさに人体錬成ですね。とりあえずこれを犬にしてみようと思う。できた。風船内の空気を犬の形に固定した。可愛いんですが、経過を見ていただけになんか複雑な気持ちです。でもまあこれで動いたらベストなんですけどね。なるほど。やめて。動くようにしてみた。いやー、可愛い。今回は風船ワンコと戯れるほのぼの路線とばかり思ってましたよ。そんなオチはない。ですよね。こっち行くじゃん。もういいです。煮るなり焼くなり好きにしてください。まあそんなに落ち込まないで。喋った。私のことはそうですね、体の色にちなんで気軽に黄緑さんとでも呼んでください。初対面の犬にさん付け要求された。準備完了。え、何が？いろいろありすぎてわけがわかりません。浮いてる。私浮いてる。風船は空気より軽い気体を入れることにより浮かぶことができる。空気より軽い気体ですか。何を入れたんですか？水から水素を取り出して入れてみた。